渡辺正人は、日本の外交官。国際協力機構理事等を経て、2015年から、中バングラデシュ特命全権大使。2017年から、中ブルガリア特命全権大使。宮城県仙台市出身。1980年東京大学法学部卒業、外務省入省。1999年大和局東欧課長。2001年欧州局ロシア課長。 同年ロシア課長を外れて、経済協力局技術協力課長となり、同年、鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で、社会通念に照らしてあってはならない異例の細部に、渡るやり取りが行われていたとして、川口淳子外務大臣より、懲戒解雇処分を受けた。2002年経済協力局優勝資金協力課長。2003年経済協力局政策課長。 2004年在インドネシア日本国大使館講師、2007年外務省大臣官房参事官。2009年国際協力機構総務部長。2011年国際協力機構理事。2013年サンフランシスコ総領事。2015年中バングラデシュ特命全権大使。2017年中ブルガリア特命全権大使。2020年清水建設顧問。 ABCD 大使挨拶外務省 AB ブルガリア大使に渡辺市日本経済新聞2017年7月25日答弁本文情報衆議院特別職国家公務員の再就職状況の公表について令和2年4月1日令和3年3月31日内閣人事局ありがとうございます